あ、え、あ、ゆっくりしていってね。大空の国、宝の州、いろんな呼び名があるけど、私にとっては我が家よ。来て随分経つが、ここは本当に美しい。だから人の醜さを忘れちまってたのかな。そして全ては完全に正義。誰もがちょっとおかしな集まりくらいに思っていた。でも違った。狂信的で常軌を逸したカルト集団だ。崩壊はすぐそこまで迫っている。奴らは農場を買い占め始めた。その次はラジオ局、そしてついには警察まで抱き込んだ。独立した宗教国家だ。それが我々の庭先にある。誰も助けには来ない。政府は役立たずだ。やるしかない。迷える魂すべての救済を望まれている。こんな連中がいるなんて誰も信じたくないのよ。みんな恐れてるんだ。だが敵対者が現れる。我々が築いたすべてを破壊しようと企む。そして裏切り者。奴の力は計り知れない。誰かって？あの指導者。そう、ジョセフ・シード。またの名を、ファーザー。外の世界のものには見えていないのだ。彼らは信じない。信仰がない。待て、やめろ、やめてくれ。私が教えよう。ついに、ついに、私が主役、そう、このレミリアが。やったー。おほん、皆様ごきげんうるわしゅう、レミリアよ。これから、私がファークライ5の実況をしていきたいと思うわ。よろしくね。そしてもう一人。どうもどうも、サクヤです。とりあえず今日はこの腐れメイドと実況していくわ。やん、ひどいですよお嬢様。どさくさに紛れて匂い嗅いでんじゃねえよ。ああ、お嬢様、素敵でしゅ。ぶち殺すぞ。から通信し、オーバー。どうぞ、ハル。ナンシー、建物に接近中だ、オーバー。了解よ。まだ遂行するつもりなの、オーバー。残念ながら、まだ連邦保安官殿を説得してるとこだ、オーバー。そう、その人、私がいなくてラッキーね。面倒が起きたらすぐに知らせて、オーバー。ああ、通信終了。ナンシーを連れてきた方が良かったかもな。ペギーなんてヘでもない。はいはい。ペギーと呼んでる理由は、プロジェクトエデンズゲート PEG で通称ペギーだ。なんとも間抜けな名前ですね。そうね。無害だったが、今じゃ完全武装で臨戦態勢だ。まさか怖いのか。着いたぞ。建物は真下だ。バイオハザードみたいに見えるわね。別ゲーに見えてきましたよマジで。引き返すなら今だぞ。セリフまでバイオっぽいやんけ。しっかりね。何かが来る。感じるだ。世界は果てへと這い進んでいるような。ムービー長えな。1はまるまるムービー説あるんじゃないですか。やめちくり。だからプロジェクトを始めた。何が起きるか知っている。彼らが来る。彼らは奪う我々の武器を、我々の自由を、そして信仰を。だがそうはさせない。これ以上は少し待つ。我々は彼らの合流者にも。ゴーストリコンの機械回しなのよね。確かにボスのエルフエイヨと同じ声です。あっちは近年稀に見るモノボスだったけどね。ジョセフ・シード、お前に逮捕状が出ている。容疑は傷害目的による誘拐だ。手は見えるところに出したままゆっくり前に出ろ。ついに来た。庭にイナゴの群れが私を捕らえに。
私を皆から引き離しに来た。我々の気づいたものを壊しに来たのだ。賑やかですね。そんな酒場のノリみたいな雰囲気じゃねえんだよ。全員落ち着け。分かっていたことだ。このために備えてきた。さあ行け。しょぼん、しょぼんやねえ。が私を守って。こんにちは。やあども。第一の封印を解いた時、四つの獣の一つがまるで雷鳴のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。前に進め。そして私は見た。それは白い馬だった。リンゴでしょうか。黙って見てろ。地獄を伴い来た。新人、こいつに手錠をかけろ。はいはい。神が守ってくださる。おい、手錠をかけろ。時にはただ立ち去ることも最善の策だ。バイオハザード超え、バイオではないんだよ。そうでした。妹様によくやられてますものね。思い出したら腹立ってきたわ。おら、ぶち殺せ。あいや、これ本当にバイオじゃね。だとするとこのヘリはカプコン製。やめろ、フラグ立てんな。あらプロペラに突っ込んだよ。プロペラダイブはバイオでもありました。いいんだよ、バイオはもういいんだよ。あー、落ちる、落ちちゃう。黙れ小僧。バイオじゃない。だからバイオじゃねえんだよ。全ては順調だ。連絡は必要ない。はい、ファーザー、御心に感謝します。通信しちゃう。旦那はかよ、増援の見込みがなくなったと。そういうことね。誰も君を助けには来ない。なんでもいいけど、イーグラさんだな。のんきか。神の加護を受けられたのですね。これが神の意志、彼らへの罰だ。おい、助けろよ、コーヒー豆野郎。待て待て、逃げんのかよ。本当に逃げやがった。オープン、セサミ。なんかそれムカつくわ。落ち着いてください、お嬢様。いきなり撃たれたんだけど、いだだだだ、死んでしまう。お嬢様、早く早く。これからどうするんでしょうか。目的地が更新されるまで走るしかないわね。なるほど。なんか神秘的な森ですね。もののけ姫みたいな。だからそういう場合じゃねえんだっつってんだろ。ほら、素敵な山小屋ですよ。人の話聞いてた。ほうほう、ところでしゃがみはどこでやるのかしら。私の顔の上とかじゃないですかね。しばむぞ、ほら。丸ボタンでしゃがむのね。記憶しました。お前が覚えてどうすんだよ。先を急ぎましょうか。新人か。新人だ。すまない、もう捕まったかと。あ、誰かさんが助けてくれればね。ほんとよ。よし、確認してこい。ぶち殺すぞ。いねえな。まったく、どうなってるんだ。くそ、必ず逮捕してやるからな。ぶっ殺してやるとかじゃないんだ。まあ
警官だからね。仕方ないね。ここを切り抜けるぞ。そのためには。おお、いいライフル。くれんの、見直したわ。落ちるの簡単すぎですよ、お嬢様。てめえで射撃訓練されてんのか。おっと、勘弁してください。それをたどって、北東へ向かう。水浦までは数時間かかるだろう。それから、周平と一緒に、ここまで戻ってきて。顔汚い、やめれ。よし。さて、ショータイムよ。おっしゃ、打ち込んでやる。うわぁ。あ、どこだ？カッツン、当たったんですか？知らん。打ちまくれー。カバミー、リロビン。うわぁ、順調に始末してゆく。リロードタイム。お前前出るな。先行して死なないですよね。チュートリアルで介護は勘弁してほしいわ。わかんないわね。さて、前に出るよ。弾もないし。いって、しゃがみどうするんだっけ？丸です。オッケオッケ。弾薬がないわ。落ちてないかしら。やば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 。弾かすめる音があちこちから。あ、置いてかれる。置いてかれるのを。うるせえ。弾がねえ。お、無限になった。くたばれひげ。ほら、前ですって。うるせえな。撃て撃て撃て。いいわね、無限に撃てるって。100% できますからね。最高よね。よくやってくれた。まあね。お前がいなかったら死んでたろ。でしょうね。このまま放っておくわけにはいかないが、慎重にやらないと。誰を信じていいかもわからない。クソったら何があるしね。あのクソババア通信しか。裏切り、おで、許さない。誰だよ。こんな時爆弾があれば。どけどけー。妹様はこういう時のためにロケットを携帯してるらしいですよ。イカれてんな。固定砲台ついてる？そんなやべえトラックあるんですか？おうよ、缶トラック。大体トヨタ。やめっか。なかなか当たらないわねー。すげえ道通る。事故って歩きになるのはごめんよ。そうなるともう罪ですねー。角度的に当てづらい。あ、ダイナマイト、早く言えよ。むむ。おい、どうやって投げるんだ。ちょ、体力がやばい。投げてる場合じゃねえ。適当にボタン押せば。くらえくらえ。チュー、カッツーン。結局弾丸で爆破ですか。いいんだよ。までいるの。わーお、あぶね、あぶね。壊れろ、死ね。撃ちかませー。ガンガン行くわよ。意外と構えないで撃つのもありね。撃ち分けるのは大事ですものね。うむ、当たんねー。今のはひどい。うるせ。あら、ロケット弾撃ってきやがった。うらうらうら。オッケー。ブシクリー。うわうわうわ、空爆もあるんですね。シャレにならん。それにしても敵の量がとんでもねえ。それだけ死んでが多いってことですよ。アーザーにカリスマ性があるのは間違いなさそうね。お嬢様みたいに。ふふ、私には及ばないわよ。むむ、ガントラックか。どうした、コーヒー豆くん。おう、しっかりクレア打つあたり有能ね。一瞬左に見えたやつですか。そうそう、まだそうそう。うるせえ。なんであいつダンスしてるんでしょう。ダンスではないんだよ。まあ倒れてきやがる。助ける気ないんでしょうか。ないんだろうね。
アメリカってワニとかいないわよね。多分いないんじゃないですか。モンタナ州、ワニで検索。見た感じ、いないのかしらね。ファークライといえばワニって妹様おっしゃってたのに。フランはこのシリーズで初めて殺された相手がワニだったらしいわ。急に来てもう泣きそうになったとか。ひなんかあのコーヒー豆見つかった臭い。おとりになったんですよきっと。お前、昔千円札に乗ってなかった？見えなくもないけど。一体何者でしょうか。味方だといいわね。どういうことかわかるか。わからぬ。道路はすべて封鎖された。電話線も切られた。そしてバレエには電波も全く届かないってことだ。わお。要するにもうおしまいだ。お前さんを引き渡すのが一番賢い案だろうな。まあ、そうよね。くそ。助けてくれるのね。いい人だな。その制服を脱げ。燃やさないと。お嬢様早くぬ脱いでください。いい加減にしろよ。ちゃん、着替え終わったら会いに来てくれ。はいはい。できることがまだきっとあるはずだ。きっとあるわよね。よくわかんないけど助かったわ。サンキューおじさん。どれ、着替えましょう。ぐへへ。